タランテテ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 ンテン。人の入り方パクんだよ。正解。あれいいねと思ってね。それに合わせて、上にかぶせるっていうね、同じ BGM。BPM 合っとった ?BPM はちょっとね、遅かったにいいじゃん。すいませんね、お仕事中に。失礼いたしました。めちゃくちゃお仕事中ですよ。オルタナの編集中で。モリモリスリム。おい女性はみんなそれ飲むんじゃ。女性かちょっと便秘気味の時にそれ飲むんじゃ、モリモリ。なおかしいかと、ラスクみたいなお菓子かと思ったら、ラスクじゃないよ、ラクマスクね。口ラクマスク、これラスクっぽい包装にしとるよ、これ箱多分。このマスクめちゃめちゃいいです。内藤さんがねおすすめしとったよね。使ってみるとめっちゃいいやんっていうことで。何をすごいだろ、それは在庫すごいだろ。よろしいですか、失礼して。よいしょ。なんでえ、いつでも飲めるようにね。リンゴジュースめちゃめちゃ入っとるやん。箱買いしとるやん。うわ、コーラ、ファンタ、ジンジャーエール。このサイズがちょうどいいよ。このサイズちょうどいいよね。これ160のやつやろ ?160 です。うん。さっきスーパー行ってチェックしておりますんで。なんでかって、今日はいつもと違った料理をちょっと作ろうかなと思って。私が。あんちゃん、今お仕事中なんで、はい、弟くんがちょっと頑張らせていただこうかなと思ってまして。で、今日ね、パンに手出そうかなと。お、ついに。ついにパン。パンちゃん。パンちゃん。で、コーラを使ったパンっていうのがあるらしくて。バズっとったっけ?バズレシピ的な。そちらをね、デザート担当 KK が作らせていただこうかなと。パン好きですから、兄ちゃん。パン好きよね、兄ちゃん。パン好きです。パンを作って、兄ちゃんの仕事終わりを待つ弟ということですよ。いいね。食べたいな、パン。お腹空いとるけ、こっちは。お前がチキンタツタ買ってくるっていう、言いよったけ、こっちはお昼ご飯何も買わずに待っとったのに、いつになっても行きやせん。タイのあら汁も作るって言ったのに、全然作りやせん。楽しみにしとったんだ。そうよ。じゃけ、もうこっちはペコペコよ。兄ちゃんミーティングし始めたけ、今のタイミングでもういらんくなったんかなっていうのもね。いるんかいらんのんかも聞いて。オンラインミーティングで仕事ですよ。渡したのによ、あれも、カードも。そちらで、ね、今から作るパンの材料を購入してまいりました。それでチキンタツタ買ってくると思ってたよ、その足でね。チキンタツタ超えろよ。超えさせていただきます。忖度なしですから、こっちは。はい、コーラを入れるところ、そこだけちょっと一緒に見てほしいなと思って。成功するといいね。成功したいでございますよ。頑張ってください。頑張らさせていただきます。こちらは編集、編集。わしのギャグ。もう賞味期限切れてるだろ、お前のは。1年以上使ってないけ。確かに。じゃあここからは一人の経験の作業になりますんで。はい、頑張っていい。はい、行ってきます。ということで、こちら TK ハウスのキッチンスタジオに移動いたしまして、KK の初めてのパン作り始めていきたいと思います。本日使う材料こちらでございます。小麦粉、塩、砂糖、ドライイースト、ひまわり油、そしてコーラ。どんな味か想像がつかんのよな。で、パン作り初めてだったんですけど、結構ね、作り方シンプルで、みんなもね、意外と作りやすいかなと思って、休日にパン作りとかもいいかなと思いまして、挑戦してみようかなと思っております。じゃあ早速、作っていきたいと思います。まずは、こちら、小麦粉ですね。富津の富沢からの贈り物、国産薄力粉、うちでは使っております。ちょっとええやつ。これをね、450g、まず用意します。測っていきます。最終的に出来上がる大きさとしてはね、結構大きめです。1斤ぐらいはあるんかな?だけね、まあ、2、3日に分けて食べれるかなっていう感じの大きさになります。はい、450g 測りました。そしたら、これを振るっていきます。よいしょ。やっぱフルートめちゃくちゃサラサラなるね。こないだのね、何作ったんだっけな?こないだ、桜ロールか。桜ロールを作った時に、小麦粉をふるい忘れてたんよ。やっぱね、動画を撮りながらだとね、こう工程を忘れたりするわけよ。一人だとね、兄ちゃんが言ってくれることもないんでね、気をつけながら、今回は 100% の力を出し切りたいなと思っております。最高のパンを作って兄ちゃんに食わせるぞ!ダマの部分は手で潰して、はい、サラサラできました。ほいったら、ここに塩と砂糖を入れていきます。小さじ1杯ずつ。うわ、え?チーズが入っとんだけど、塩の中に。へぇ!お塩、小さじ1。砂糖、小さじ1。気持ち、小麦粉ふわふわで。で、ここにドライイースト 7g 入れます。ドライイーストってさ、このままだとさ、ちょっと臭いよね。なんかね、ぬかみたいな匂いするね。あれ行ったことある?ぬか床に埋められるやつ。なんて言うんだっけあれ。ぬか風呂?ぬか風呂か。ぬか風呂行ったことあってさ、あれめちゃくちゃ気持ちよくてさ、その後3日間ぐらい体からね、ぬかの香りめちゃめちゃするよね。でも、お肌にめっちゃ良くって、汗バーって出て代謝も上がるし、あれね、気持ちいいです。ドライイースト入れていきまーす。これも軽くかき混ぜまして、
もうすでにパンっぽい香りするわ。そしたらこちらコーラを入れていきます。ここです、ポイント。今回のレシピのポイントはここです。コーラの水分でパンを焼いていくっていうね。で、このコーラ冷たいままとか常温じゃなくって温めて入れるらしいんですよ。じゃけちょっとこれをね、容器入れ替えてチンして入れていきたいと思います。 250ml 必要らしい。あ、やばい、シュワーなるわ。もう一本の方にしとこう。コーラ測っていきます。じゃあコーラ 250ml。 このタリーズのね、ビーカー的なやつがこれ測れるけ、これで250測りながら行くのか。これでこのままチンして温めるって感じですね。順調でございます。大きなミスなく。今日はね、工程が多くないけノーミスでいけると思うんですけど。はい、こちら一応ラップしとこ。なんかレンジの中びっちゃびちゃなんだけど。なんで？兄ちゃん何チンした？めっちゃなんか蒸発しとんだけど。ほら、びちゃびちゃ。はいよ。じゃあサランラップして、500ワットで40秒ぐらい。見てらっしゃい。じゃあこの40秒の間に、最近変わったことをお話します。見て、半袖。今日ね、めっちゃ暖かかったね、今日。東京。もう日も差してめっちゃ気持ちよかったけ、半袖でちょっとかましとんだけど、今ね、夜の8時ぐらいですね。非常に寒いでございます。このままだと風邪をひきそうでございます。こうやってね、ちょっと暖かくなったけってすぐ半袖着るやつ、風邪ひくやつよ、そいつ気をつけなさいよ、体調には。でもね、納豆よく食うようになってね、風邪ひかなくなりました。はい、そうこう言ってる間にこちら温まりましたんで見ていきたいと思います。さあ、温まったかな。あ、全然温まっておりません。1分ぐらいちょっと追加でやってみましょう。見ました？オルタナの動画。話回してますよ感の、俺の喋り方が、ちょっと、生きった、つなぎの言葉がうざいみたいな兄ちゃんに、オルタナのメンバーに暴露されまして、とっても恥ずかしかったです。お話ね、上手になりたいんですよ、僕だって。でもね、そう簡単に、人の真似をしたからといって、上手くなるもんじゃないですね。僕は、僕なりに、KK らしく、模索しながら頑張りたいと思います。はい、そうこう言ってる間にこちら !1 分が経ちました。あったまったかな？どう？熱い！いいね。500ワットで1分ちょいかな。このね、コーラを入れるところ、兄ちゃんにも見てほしい、ぜひ。兄ちゃん呼んできまーす。兄貴！兄貴！コンコンコン。コンコココンコン。兄貴。ねえ。コーラ入れっちゃ。もうちょっと待てや。あと何分待つ？ 5 分。5分トーク、長いな、ちょっと。5分持たんな。5分分の尺あるんじゃ、あと。頑張ってください。面白い動画。よろしくお願いしまーす。何あいつってたろ今。はい、頑張ってください。お疲れさま。お疲れさま。コーラを追加していきます。こう見てほしいんです、兄ちゃんに。見てましょう。でもちょっとね、コーラもう一回温め直します。温めるんじゃ。そうなの。1分間の間にトークをしよったんだけど、ちょっと兄ちゃんもお願いしていい？1分間トークし続けるってこと？それを一人でさっきチャレンジしよったんだけど、無理だった。めちゃめちゃ難かったね。話術ある感じで喋っとんだろうな、こいつ。それについて喋っとったわ。嘘。あの話はしたっけ？岡田敏夫さんが言っとった映画の。それはしてないかもしれない。岡田敏夫さんっていう、マニちゃんのショートとかでよく出てくるさ、あのメガネのちょっとおじさん、喋りの上手な、すごい、まあ、映画評論家の方なんだっけ、話が下手な人の特徴みたいなタイトルがあって、どんな人なんかなと思って見てみたら、動画の冒頭にこうダイジェスト的に要点がバーンって入るよね。そこで映画とかアニメをおすすめするときに、時系列ごとに細かく全部説明しようとする人みたいなことを言っとって、それがちょうどね、そのね、少し前にオルタナで車で移動でしとるときに、 K のおすすめの映画の話を聞いたときに、全くその同じことをしとって、まさしくお前のことを言っとるじゃんって、めっちゃおもろかったっていうね。おかとしょさんに言われたらちょっとね、変えざるを得んわ。兄ちゃんに言われたときに変えろや。はい、倉庫行ってる間にこちら。倉庫言うな。こいつ素直に関係ないの、バカのくせに。おぉ、ひどいやん。バカのくせにって。バカのくせに。おい、ひどいやん。倉庫行ってる間に。おい、倉庫言うなよ、お前。コーラが冷めちゃいますから。じゃあカメラお願いいたします。はい。モテや。カメラ映る方じゃなくて、カメラお願いします。こういうことじゃない。あ、じゃあコーラどうぞ入れてください。あったかいかね。絶対飲むなよ。あったかいわ。分かっとるけ。一口味。ダメダメダメ。しっかり250測っといけ。まあまあ、これ飲んでもね、これぴったり250なんで。あ、確かに。え、これを入れるって。そう、入れていいよ。お願いします。ゆっくり全部入れて、一気に全部入れて。うわ、おお、なんか泥みたいになってるね。おお、膨らんでない？ちょっと膨らむ。はい。おえー、これでこねていくと。あ、じゃあさ、ひまわり油を大さじ3杯入れてもらっていい？はい。3箇所ぐらい混ざりやすいようにね。
ういうのさ入れたりさかけたりするときにさ、あそれじゃあなんかダマとかになるとか思わん？思う。真ん中にポンポンポンってやるときとかね。そうそう。とかあのさロウリュするときとかさ、ザーってやるときとか、まんべんなくかけろやって思うよ。わかるわかる。一点でいくとその石だけが冷めるじゃんみたいな。ねえ。他もっとあるのに。で、こうザーあれセンス出るよね。センス出る。気になるわ。ごめんじゃけど。ごめんじゃけど。はい入れました。はい。で？コネです。手でもういきなり行くんだ。手で行くんです。まず手でに。はい。はい、じゃあどうぞ。あ、手じゃなかった。これ。ね。じゃあ混ぜていきます。うわ、シュワシュワ。気持ちいい。気持ちいいよ。やっぱね、あの、小麦粉って気持ちいいんです。うわ、コーラの匂いするめっちゃ。ね、コーラ味になるんかな。ね、それがね、よくわからんのよね。でもめちゃめちゃふわふわで美味しそうだったの。ふわふわで美味しいですよっていう感じのパン。どういう、あれな。コーラでやるとどういう効果があるの？いや、特にそれは言ってなかった。あ、そうなんだ。そう。コーラで作れますよみたいな。そうそうそう。じゃけ、ちょっとその辺、言及していきましょう。TK 兄弟が。いや、話いいな。じゃあもう手でいきますよ。はい。気持ちいい。あ、めっちゃふわふわ。へぇ、なんか違う？なんか普通のパンとは。ピザ生地とかと。あ、違う。ピザ生地より柔らかい。ここから後の段取り、ちなみにどんな感じなんですか？これ、こねて、丸めて。手動かしながらでいいよ。止まらんでいいよ。難しいこと言うね。これ中のつなぎのトーク。そうしたんだっけ。止められたら意味なくなるけ。難しいこと言わんといてや。この脳みそに。あ、ちょっとさ、ここにさ、小麦粉打ち越してくれ。よいしょ。で、こっからの段取りが大体、ざっくりでいいよ。これをこねたら、丸めて、1時間発酵させて、その後形作って、30分発酵させて、焼く。うわ、長いね。そうなんや。いや、今夜飲み行けるよ、お前。いかんでろ、いつも。花金の夜じゃんっていうのに飲み行けるんじゃない。六本木飲み行こうか思ったのに。六本木行かんだろうが。行ってもいいじゃない。行ってもええけど、行く友達がおらんじゃない。西麻布に入り浸ってみたいもんだよ。やめとけ。ええことならん、お前。我々みたいなタイプが行っても。あ、いい感じだと思う。はい。そしてここにも打ち粉じゃ打ってもらって。はいよ。はい、腰入れて。お、いいね。腰入れていきます。入ってるね。こうやって入れるんや、腰って。肩も入れて。肩も入れて。あ、いいね。肩も入れて。肩甲骨から入れろよ。肩甲骨から入れてます。あ、ウェーブで入れよう。ウェーブ。ジグンドで入れてや。ジグンド、うん、ワンインチパンチ。ジグンドで入れとる。ウェーブとジグンドを掛け合わせてや。いいよ。わからんな。はい、よいしょ。はい、肩入れて、肩入れて、はい、首入れて、首入れて、膝入れて、首も入れて、腰も入れて、全身で打っていけ。はい、肘も入れて、手首も入れよう。はい、ケツも入れて。そうなるんじゃ、全部入れたら。キモ？キモいんだけど。はい、出来上がり。よっしゃ。手が落ちてるよ。はい、そしたらこう。すごい丸くて。かわいいでしょ。この作業気持ちいいんよ。あ、いい香り。あ、美味しそう。なんか綺麗。これで発酵させていきます。はい、ちょっと塗るんじゃ。くっつかんように。くっつかんように。焦っとんか、お前。違う、疲れた。全身入れた後だけ。見とる以上にやっぱ体の疲労がすごいんじゃ。それぐらいパワー出力してるってこと。だからあれ食らったら相当やばいんじゃ。食らったら相当やばいよ。出力すごい。うん。でも師匠レベルになったらこっちも疲れんね。あ、そうなんだ。うん、全部ウェーブでいけるけん。まだまだ修行が足らないです、私。あ、ウェーブだったら力使わんけ疲れんの。そう。これでラップしてタオルかけて1時間待ちます。冷蔵庫常温ですよ。で、1時間後ですね、また。で、この1時間の間何するかって言ったら分かるよね。せーの。ジークンド。ジークンドじゃないです。やったことないし。パープロ。はい。1時間経ちました。パン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 。うわ、肝なんかすごいね。パンパン。うわー、でかっ。うわっ。そうしましたら？そうしましたら、これをね、カットして、もうパンの形に成形していきます。一個一個に？もう一個のパンを作る、ちなみに。でかいパンってこと？そういうこと。あ、見て、これふわふわ。うわ、すごい。空気か。そんなことしん。そう、空気抜くんですよ。これちょっとこねて、6等分に切っていきます。あ、すごい香りがする。ね、すごいパンの香りするよね。コーラ感はあんまないね。うん、コーラ感はない、確かに。こないだ買ったカードあるかな。ナイス。4、5、6と。したら、これをね、伸ばしてまいります。なんでもあるね、うちは。なんでもあるわ、ほんまにうち。なんでも出てくるでしょ。ね。こんななんか普通じゃないね、これって。多分。ないよ。そして、これを一回丸にして。手慣れたもん。手慣れたもんだよね。折って折って。ガムみたい。確かに。コーラ味の。コーラの。確かに確かに。ね、しかも噛んだ後のね。わかる。どんな味になるんだろう。美味しいパンなんかな。うわ、うまいね。したら後ろくっつけん、こうやって。伸ばす。
最終的なパンの形が想像できないのか。あのね、編み込みのパン、長細い棒状を作っていく。はいはい。均一な太さにするのは難しい。これは均一な太さを6つ作ります。で、それをこう並べてこう編み込んでいくって感じ。クロスクロスのパンになっていく。まあなんかあるよね。ね、これをね、6つ作ります。はい、こんな感じで6本作りました。うい、まあ多少ばらつきはありますが手作りということで、で、こっからちょっと編み込んでいくんですけど、これまず3本をひとまとめにします、うん、こうこうやってつなげる、こっちも3本つなげる。なんか爪みたいでいいね。爪みたい、確かに。こう、これこれ、うん、キモいでしょ。これを、まあ、最終的に1本にするんですけど、こっからね、ちょっと編み方がパッと見で理解できんかったんよ。ちょっと編み込み方を見つつやりていきますわ。参考の動画をね、見ながら。まず、この2本を、ここと、ここ、うん。キモいな、すでになんか。キモいよね。なんか大根のお化けみたい。何それ。2個1にして。2個1にする。もしかして兄ちゃんも理解した、うん、うん。で、反対側から同じことする。内を外に。はいはいはい。内を外に。外を内に。そう。また2個1、ま、にして内を外に、そう、外を内に、そう、あ、ぽい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 、来た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 、遠い方に持っていく、そう、はい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 、そのまま持っていけばいい、このまま持っていけばいい。わあ、理解できる。持ってよかった兄ちゃん。遠い方に、遠い方に持っていく、持っていく、よし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 、遠い方に持っていく、遠い方に持っていく、最後こうね、くっつけて折り込む内側に。すごい、いい、綺麗よ。でも持っていく形は、で、こうだ。火が通ればいいんですか、もうちゃんと。そうなんよ。ちゃんと均等にしとかんと火の通りが均一じゃなくなる。そう。早くできました。早くできました。てて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 。完成じゃない。まだ食べれません。あ、そうか。はい。30分待ちまーす。30分経ちましたー。ねえ、マック食ってません。コーラパン作ってるんです、こっち。コーラマック。コーラマックじゃん、それ。一番デブ。すいません。と言いつつ、私もチキンタツタいただきました。うまいんよ、チキンタツタ。うまい。これなら食いたくなる。これなら食いたくなるね、定期的に。ね、うん。で、なんだって魚を焼いたって。魚じゃないだろ、パンだろ、ボゲー。あみあみしてから30分経ったんで、焼きの工程です。見て。でかっ、でかっ、肝でかっ。なんかさ、チョコチップとか間に挟ましたいね。あー、もうありですね。なんなのかな、部屋の中があったかいっけ、こんな膨らむんかな。思った以上。でかっ。大丈夫かな、不安になってきた。ハケっちゅうのはありましたかいの。なんでもあるんじゃけ。なんでもあるよね。じゃあもうあとは溶いた卵ですね、はい、卵を表面に塗って焼き目をいい感じにきつね色に仕上げていきますよ。うーん、今もう余熱完了しとんじゃけど、190度のオーブンで30分です。ちぎれてるじゃん、そこお尻が、ね、ちょっとね、もう膨張してちぎれてるわ。うわ、そんなサイズの焼けるんかな。余熱ズミズミ、上もう当たるんじゃない。確かに上めっちゃ、下の段に入れんすよ。下の段で、めっちゃ良かったね、煮たおって良かったね、やっぱり。やっぱおってよかった。結構細かいところでね、そう思う、やっぱつくづく、つくづく思うよね。それ本音、本音、動画は関係なしに、関係なくね、止まっとっても言うね。しがらんどるのこいつ、気になるわ。そこまで言わんといて。オープン。何やそれ、スタートだろ。オープンみたいな感じになったわ。ね、お待ちください。この後であれ作る気、あれ作らんの。賞味期限切れじゃなくてフレッシュなので作ろうとするじゃん。やめろや、もう連続すぎるってその下りが。なんとは言わんけど、なんかは言わんけど、知っとる人は知っとるよ。貧乏時代のデザートね。砂糖、水、コーンモールやって、そこに水道水ちょっとやって、賞味期限切れたバイト先でもらったいちごジャムをピピってやって、これが KK 中央林間極貧時代のデザートです。家賃3万5000円 1LDK 1LDK でもなの。6畳ワンルームだろ。6畳ワンルーム。チになりました。ちょ、おいやめろや。おいやめろや。おいやめろや。チになりました。ビになっとるじゃん。お、ビビ言ったで。ビビ言ったよ。オープン、オープン。さあ、でかっ、でっか、多分焼けとるよこれ。刺してみる、一応。一応刺してみて。でーけー。予定と違う。悪くはないと思う。うん、大丈夫かな、多分。オッケー。こちら完成です。素晴らしい。じゃあ、ちょっとあっちでカットしましょう。はい。大変お待たせいたしました。完成でございます。すごいじゃん。何センチよ、これ。出た、それの自分のサイズ覚えとるタイプの人。30センチあると思う。まだ断面から見る。まあ、断面を。香りしっかりポン。じゃあ、カットしていきます。側はカリカリで。ガリガリ。包丁を入れた感じ、めっちゃ中ふわふわ。おお、すげえ、めっちゃふわふわ。うわ、すごっ。見て。うわ、めっちゃふわふわ。期待大。うわ、すごい。これちょっと兄ちゃん食べてほしい。食べたい。まずはそのままの味で。超じゃね。じゃ、いただきたいと思います。はい。でも普通のパンとでも若干香り違うね。あ、そうなんじゃ。なんかね、大麦パンみたいな感じの、そんな感じするよね。雰囲気するよね、ちょっと。する。あ、すっごいふわふわ。側のね、食感が独特。何じゃこれっていう。
美味しいです。美味しいですか？あ、よかった、その言葉。大事にまずパンにちゃんとなってます。おお、チョコ重要ね。で、コーラの変な味とかないし、外になんかね、一枚なんかね、覆っとるような感じがする。カリカリのやつ、ボソボソっとしたクッキーみたいな感じの、いや、そこはもうちょっと薄い方が美味しいかもね。だし、これが逆にいいっていう感じもあるし、これで楽しむんだったらちょっと甘みがあったとか、より良いかもとか。じゃあね、あ、でもね、美味しいわ。美味しい、うん、よかった、その言葉聞けて。基本的にね、兄ちゃんの美味しいを聞くために作ってますんで。兄ちゃんの美味しい、でんけね、なかなかね。やっぱね、正直、舌肥えてますんで、昔から。ジャムつけたらすごく美味しい。よかった、美味しい。あの、一番シンプルなパンの味。いや、これが作れるのはすごいね。すごいね。これ普通はこう水入れるじゃん。これはコーラのことで、うん、一体何が起きてるのかっていうのは知りたいね、ちょっと。わからない。コーラな、なることでふわふわ感が増しますよなのか、こう甘みが増しますよなのか、気になるよね、ちょっと。全然。わからない。調べるわ。あ、お腹いっぱい。もういい。さっきマック食ったけんね。ねえ。チキンタッタ食ったけんね。タッタっていうのはタッタだろうが。じじい。変わっとるね、かさ。ということで、コーラパン、美味しそうと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録お願いします。SNS のフォローもよろしくね。食べたいか？食べたくない。持ってってやろうか？いらない。悲しいよ。でもね、美味しいと思う。美味しいよね。特に中が美味しいですね。このね、表面が硬くなる現象、改善方法分かる方いらっしゃいましたら教えてください。自分でも調べます。この辺の逆にちょっとスコーンっぽいけどね、なんか。食べてみるじゃん。うん。うまそう。うん、おいしい。